外国地名及び国名の漢字表記一覧では、世界の主要な地名及び国名の漢字表記について概説し、代表的な要例の一覧表を掲載する。今夜万国全図の日本写本漢字以外の文字を持たない中国では、古来、外国の地名はすべて漢字で書き表されてきた。例えば、ペルシャ、天竺のように、古くから中国に知られていた地名、よびインド。 朝鮮、東南アジア諸国など、主にアジアを中心とする外国の地名は、歴史書などに記録が残る。民末には、世界地図、コバンコ国全図を表したマテオリッチや、世界地理書、植法外記を表したジュリオアレーニラ、カトリック宣教師によって、漢文で書かれた西洋地理書により、主にヨーロッパ、アフリカ、南北アメリカの地名が新たに簡約され、 中国語における西洋地名の漢字表記に大きな影響を与えた。また、新代にプロテスタント宣教師ロバート・モリソンが表した海エ辞典三部をはじめとする後期漢訳要所の影響も大きかった。しかし、外来の地名の漢訳方法に関して定められた基準のなかった時代にあっては、同一地名に対して複数の漢訳表記がなされる事例も多く、 外国地名の漢字表記は多種多様なものが混在していた。そのような外来名の表記の不統一による混乱を解消するため、19世紀以来西洋人宣教師と中国人自身の手により努力が重ねられた。その中で外国地名についても個別的な表記とならざるを得ない役を避け、表記の統一的な基準を定めることが可能な。 音訳を優先して使用するよう推奨されてきた。例えば、医薬地名のシンホとハクさんは、それぞれヒモカクナンジやモウヌのアキラのような音訳地名にとって変わられた。特に、1924年に刊行された標準漢医薬外国人名地名表は、現代中国語における外国地名の表記の標準化において重要な位置を占めている。ただし、 音訳優先とされながらも、牛津、地中海、中東のような、現在も安定して用いられている、医薬地名も存在する。日本は、遣隋使を送る以前より、中国、朝鮮を通して、海外の知識を得ることが多く、漢石に記載された漢名及び漢訳の地名が、そのまま日本語の中に取り入れられた。日本人は、万葉仮名を経て仮名文字を編み出したが、16世紀に、 南蛮人が都来する頃まで取り扱う外来の地名は、漢語の地名が主であった。江戸初期に、前日の、今夜万国前図などが日本にも伝わり、新しい漢訳地名の影響を大きく受けた。新井白石、灰乱遺言及び、西洋気分は、道図を参考にして完成されたとされる。中国語からの借用表記とは別に、長崎通詞などの蘭学者が直接西洋に触れて、 漢字音訳した地名表記も生まれた。また、日本語では外来の語彙の音訳用字としては金文字があるので、外国地名は必ずしも漢字のみで表記されてきたわけではない。例えば、ドイツの国名の事例では、漢字表記のドイツトランドよりも金表記のドイツラントの方が、初出年代が早く、類似する金表記は一世紀以上使用された。田野村は、 日本語では、金文字を使用すれば十分だったにもかかわらず、外国地名をわざわざ中国語風に漢字で音訳表記していた動機について、日本人の言学趣味によるものであろうと論評している。孫では、オランダ風雪書修正に収録されている17世紀後期の風雪書には、エゲレス国、イスパニア、イタリア国、フランス人などの表記が出現することから、 西洋の国名のカタカナ表記は、その頃にはすでにほぼ定着していたとする見解を述べている。ただし、横田によれば、江戸時代の大部分の日本人にとっては、外国地名も漢字で書くべきだと考えられていたようである。現代日本語では、外国地名は、多くの場合、現地読みを写し取って、表音文字のカタカナで表記される。 外国地名の漢訳表記を中国語から借用したり、中国語になければ独自に漢字表記を創作したりする慣習は江戸時代から明治まで続いた。特に幕末、明治初期には大量に押し寄せる外来語彙を翻訳する過程で、当時の漢語的表現の流行とも相まって多様な外国地名の漢字表記が流星した。混在した漢字表記の規範を示そうと、 明治初期に地名人名の漢訳辞典が出版されたが、明治後期から大正期にかけて金表記も徐々に普及し、導入される外来語も増える一方で、もはや漢字音訳という方法で対応するには限界を迎えていた。外国地名表記の漢字から金への転換は、大正、昭和と段階的に進められた国の漢字制限政策の推進と気を位置にしている。 大正期の常用漢字表発表の頃には漢字表記に代わって名表記が優勢になり昭和期の東洋漢字表の黒人語は欧州、英国、豪州、新十湾、米国など一部の漢用表記を残して漢字表記のほとんどは社会から姿を消した現在では欧、英、米のような音訳地名の略称と太平洋、新十湾、金門海峡 希望本のような医薬地名が、いずれも漢字音で読まれる点を、共通項として生き延びている。漢字表記の廃れた原価の言語環境を反映してか、日本漢字能力検定では、当て字に関する問題の一部として、一級の試験問題で、外国地名の漢字表記の読みを答えさせる問いが、出題される。外国地名の漢字表記の方法は、まず元の地名を表す語音、 語形に近い音を持つ漢字を可尺する方法を主とする。アジアに対するアジア、アフリカに対するアドル理科はその代表例である。この方法を音訳と呼ぶ。これに対して言語の語彙や形態層に対応する授業を持つ漢字、または漢字熟語を用いる方法を意訳と呼ぶ。造下海岸、獅子山のように全部を意訳したものと一部だけを意訳して震災欄。 南角へしゃげ夫とするなど、意訳と音訳を組み合わせたものとがある。また、複数の表記に共通する医薬字として定型化した、用字の中には、例えば、清司、駅、官保、県境に用いられる漢字のうち、それぞれストリート、セイント、ブルグ、ブリッジを意味する、生、保、橋のように音訳字を兼ねるものがある。都市名に多く用いられる。 港、府は、それぞれ、港湾都市、政治の中心地、または主要な都市といった意味を持たせると同時に、サンフランシスコや、ジュフのように言語に類似した音の存在を示唆する場合がある。日本語では、ウラジオストクのように漢字の訓音に従って、訓音訳された表記もあり、とりわけ、世界国人をはじめとする、福沢諭吉の著作では、あらほや、金田、 心し偏差とや、村尻などの独創的な表記が見られる。その他、特殊な漢訳の仕方としては、正常期の衣装にちなむ、花帰国の例のように国の象徴を持って、国名の衣装に変えた、事例、英語で、フロリダとスフロリダがスペイン語の、花のような、花咲くという意味をたどって、花地と漢字表記された例、希望本のように言語から直接は想起されない。 用事による表記が関与されている事例などがある。音訳時の選択に際しては、字面から音を想像しやすいか、筆画が少なく書きやすいか、土辺やサ水ズ辺がつく地名らしい字下など、種々の心理的な要因によって、用字範囲及び使用頻度にある程度の偏りが見られる。近代中国においては、音訳時であることを明確にするために口辺をつけて、際立たせることも行われた。 この方法は話し言葉に多い。例えば、イギリスは、のように、イギリスの、各漢字全てに、口辺が付けられた。本来、音訳字は字義を無視して仮音的に用いられるのだが、漢字の持つ印象に応じて、悪字と公字をより分けて使用する場合もあり、古い表記の悪字が、公字に変更されたり、逆に敵対する国には、意図的に悪字が当てられたりすることもあった。 フィリピンを表す、日が、日に改められたり、かつて、ロシアと交戦中の日本で、一般的には、涙的と表記されたバルチックに一時、波くチク、バーが当てられたりしたのは、その一例である。悪事、好事の認識は、時代、国家、民族、文化などによって異なる場合もある。明治期の在日ロシア帝国公使館は、ロシアを表す、ロの字について、 ロドンとの悪印象を受けるとして、この音訳字を嫌い、日本政府に抗議して、ロに改めさせた。他方、同時期に、同じ漢字を用いて表記されていた、プロイセン及び、ペルーが、そのような認識を示したという資料は、現在のところ確認されない。漢字の音は、元より、中国語の発音に基づくものだが、その字音が日本に伝来した時代や、標準とする方言の違いなどにより、 ご音、関音その他異なる音韻体系をなす。19世紀の中国において前期には西洋と接する窓口のあった公衆音に基づいて米、フッツと表記されていたのが後期には西楽当然の中心地が上海に移り上海音内誌は関和音に基づく美、法という表記に移行していった例が知られる。この現象を千葉は 方言シフトと故障している。このように、音音構造にサインが生じ、外国地名を音訳する際に選択される漢字が、日中双方で異なることも、珍しくない。一方で、A は、公衆音と上海音、緩和音との音の差が小さかったため、方言シフトの適用を免れた表記の例である。古来、中国の地名は、長安、洛陽など2文字のものが多く、 中国語で発音するときもに音節の語が最も安定するため、地名の略称表記についても二文字の形をとる傾向にある。実際、英国、ゴース、スミ国、欧州など、地名の一文字に設備語、国、巣をつけた二文字表記が多い。略称に選ばれる文字は一文字目である場合が多いが、いずれも、アで代表される、アジア、アフリカ、アメリカの例のように、 一文字目型と重複するような場合には混同を避けるために、吉国、米国のように二文字目が選ばれることもある。なお、もともと二文字のインドなどは中印国境のように列記する時以外は略称で表記されることは滅多にない。外国地名が略称で表記されるようになったのは中国でも日本でも19世紀後半のことである。 中国ではおおむねイギリスとのアヘン戦争以後、日本ではおおむねアメリカの黒船来航以後、開国とともに外国との接触が頻繁になり、条約の締結、施設の往来などに付随して、それまでと比べて大量に外国地名を使用する必要に迫られた。この時、オーラともエース、イギリス、フランス、アメリカといった冗長な表記では不便かつ、不経済ということで、欧州、英国、 仏国、米国、さらには日英協約、英仏連合軍、米大統領といった形容詞的表現が生み出され、と、訪米という風な表現も使用されて民間にも普及したと考えられる。日本の新聞メディア各社では外国地名の略記に関して幼児用,用語の基準を設けている。共同通信社では欧州、英国、米国は漢字で表記することとし、 見出しでは、普通、い、読、語、歌、陰、露、日、腰は使用しても良いこととし、本文中で使用する際は、全四社は、列記に限り使用してよく、5五社は、慣用が定着している場合の列記に限り、使用することができるとされている。時事通信社では、記事の見出し、二国以上の国名の列記、形容詞的表現において使用して良い、漢字略記として、米、 A、中、韓、朝、う、独、仏、イ、カ、イン、どく、ふを挙げている。同様に朝日新聞社では、中国、朝鮮などを除けば、米、A、独、仏、イ、カ、ふ非、イン、ごう、が使用してよいことになっている。読売新聞社では、米、い、か、仏、独、イ、ロ、ど中、朝、ろ、腰 非、インは使用して良いとし、ランオーはは使用しないこととしている。なお、ホランダフハク、白、く、ほこり、オーソなどは、次第に使われなくなってきている。アメリコベスプッチの名に由来する、アメリカ系及び、メリケン系の音訳表記、その政治体制に基づく、合衆国表記、国旗の模様にちなむ、花木国表記が主に知られる。 マテオリッチの今夜番国全図には北、ボクリカが記載されている。食法外記でもこれと同じ表記を使用している。これらはアメリカ合衆国が建国される以前に刊行された書き物であり、当然これは大陸の名称を表している。荒井白石、聖医用気分、山村斎助、低正造薬祭壇遺言、幕府の命を受けて編纂された暗役リア語、 林やし体制でも古代州の一つとして、あ、僕理科表記を踏襲している。三つり正午、今夜図式及び今夜図式法において、国としてのアメリカについて、初めて詳細に記述され、ヨネサ県、ヨネ市方、米利ミキの表記が見られる。在下プロテスタント宣教師、ロバート・モリソンは、著作、海英辞典の第三部で、アメリカをヨネサ県と表現している。 正午の養父三つくり原稿の執筆した改正造法番五線にも簡約表記が借用され、アメリカ大陸を指す表現として、ヨネサ県表記が収録され、アメリカを指して合衆国の表記も見られた。このように、アメリカ合衆国の独立と発展に伴って、アメリカに対する認識は、大陸から国へと変化していった。議現、開国寿司には、三つとしか、目利か、 僕理科、いよいよ、年方、ヨネ年方ほか足したような表記が記載され、メリケンすなわち、アメリカであると述べている。英漢史略には、ヨネ年方が詩国が乗り、これが、あ、僕理科から転じた、故障表記であることを述べている。万国広報などに乗る、三都市圏、吉には、現在の中国で多く使用されている。日本では特に、ヨネ年方表記が、 時期的に黒船来航と重なって、世間一般にも広まった。言語のアメリカは発音する際、E に強制アクセントが置かれるため、後藤の A が弱く聞こえ、アメリカの A が失われた形となり、メリケンのような表記が生まれたものと考えられる。日米和新条約の締結に際しては、条約名はヨネと仕方が集国表記となるが、本文では、 僕理科表記も使用されている。これ以降、幕府の締結したアメリカ関係の諸条約の和文では、漢字表記は、次第に、アメリカから、アメリカへと変化する傾向が見られた。越中富山の長者丸漂流事件を体験した、富山藩の漂流民、ジロ吉の口述を手録したウレイア網の、シゲルダンは、ヨネと仕方あるいは、ベイリミキの略称として、米人英米エ 米京米博米国など、米の文字を使用している、おそらく初めての用例であろうと思われる。一方、同じ事件を扱った、沿道中、時期物語では、アメリカの略称として、あが示されている。万、ま、円元年県米施設の旅行記お及び改正書の看板では、阿国、阿人など、アメリカの略称を、あで表現した用例が、米国、 米人に比べて圧倒的に多い。新聞においても、江戸や横浜で発行されていた新聞では、ほぼ、阿国で定着していたようである。一方で、公文書においては、1868年2月18日に、明治新政府が兵庫でアメリカ公使と調印した、米国弁理公使の中立布告書の正文、並びに同年同月発行の大上官日誌第1号で、 米国の表記が使用されている。内外新聞をはじめとする、京阪方面を本拠とする新聞でも、米国表記が多く使用されている。このように、明治維新前後に、江戸を中心とする砂漠派の新聞が、阿国を使ったのに対し、関西を根拠地としていた、金農派の新聞が、米国を使っており、両派の勢力の象徴に伴って、日本におけるアメリカの故障、 表記が変化したと言える。以上のことから、総じてアメリカの漢字表記は、アメリカからアメリカやヨネと仕方を経て、その略記、ア国から米国へと変化してきたことがわかる。合衆国という表記については、斎藤によれば、中国経由で日本に入った協力、共同、和信する国の意であるとされる。 言語のザ・ユナイテッド・ステーツを直訳したものとしては、他に、合衆国をはじめ、共和政治、共和政治、合同国、建設国国、北、北理科学法、北米連邦があるが、その中でも、合衆国が多く使用されている。一方、中国では、ザ・ユナイテッド・ステーツの音訳表記、イクナシテツが、四、スシなどに見られる。花帰国という表現については、 英漢主略の説明から、旗の模様に由来する名称であることがわかる。この、花旗は、国名及び国旗名としての用法は廃れたが、シティバンクの中国法人の名称などの形で、現代中国語でも使われている。日本でも、公枚日録の末期後に、花旗国創設というタイトルの文章が掲載されており、そこでは、開国寿司を引用して、花帰国の語は、 ト東人が米国船に正常期を指しているのを見てアメリカを指すようになったと記されている。高万日録ではアメリカを指す表記として花帰国及び花畑の出現する割合が全252例に対して過半数を占めている。湯浅はその理由を筆記者である玉虫左太夫の感覚の素養の高さに見出そうとしている。 モスクワ大公国のラテン語風の古称、モスコビア系の表記として、マテオリッチ、今夜万国禅図に、漢訳表記、ボツシカミと、ボツシカミアが記載され、これを借用したボツカワヤカミアが、荒井白石、聖医用気分に記載された。18世紀末期には、さらに改変したバクカクウタミアが、カツラ川補充北斎文略に乗るが、ロシア帝国時代に入ってからは、主として、 ロシア、オロシアの国名で呼称されるようになっていく。今夜番国全図には前期したモスコビア系の表記以外に国会周辺の地図上にロシアが記載されており、後にロシア系の国名呼称に対応する漢字表記としても使用された。英漢主略では庭から各国をはじめ、ガクラココ、ガラココ、ヤクラココ、アラココ、ワツロウモウ、コツロウモウ、ラセツ、 ラシャ、クズロクココ、イマシメラ島、バクカクウタ、ミア、ロシア、キューコトブキなどを挙げている。ロシアも載っているが、当時の中国では、すでに、庭からここの表記が定着していた。開国図紙によれば、庭からここという古称は、元朝にモンゴル語の発音、あらオモうが転じて生まれたものであると説明される。定正造薬裁乱意見の説明によると、 庭からここなどの多様な中国語表記が出現するようになった契機は、1689年に、ロシアと清との間で調印された、ネルチンスク条約であるとされる。一方、日本では当初、ロシアを及びその変形、ロサヤ、ロヒトシアや、オロシア系の、ガクラここ、庭からここなど、様々な編集が用いられ、幕末、明治初期には、 ロシアと庭からここが並立していたが、次第にロシアが優先されるようになった。現代でも庭からここを使用する中国に対して日本で使用されなくなったのは、わかは中国ではおと読めるが、日本の漢字音ではがと読まれるため、日本語になじまなかったからであろうと思われる。漢会異文通行一覧、世界国人、啓蒙寺への漢では、 一貫して、ロシアが用いられており、略称表記の、ロ、ロ国も定着していた。1855年に調印された、広通行条約の本文でも、ロシア表記が使用され、1858年の広、修行通商条約でも同様であった。このように、日本では、江戸時代から明治初期にかけて、世界地理書、外交条約、教科書などで長期にわたり、 ロシア表記が使用された。ロシアが安定して使用される中、八百七十五年頃に、突如として日本独自の表記、露国、ロシアが出現した。シャルコによれば、戦前機外務省記録、各国国名及び致命証拠関係雑権第一巻に、明治七年七月頃、ロシア公使館より、ロ露ロドンという熟字であるため、ロの字を改めたい旨、申し入れがあり、 どの字に変更することになったとの内部資料が確認できるという。外交資料における書出は、ロシア側の資料が日本側の資料よりも先であるため、どの字への変更は、ロシア側が決定したことであると考察している。日本側の資料では、明治8年1月の大上官、日誌1号にロシアの表記が見えるのが書出であるとしており、これは孫の調査結果と合致する。 こには、同年に締結されたカラフト、千島交換条約の交付文で初めて掲載され、1880年には、当時を代表する日刊誌、東京日日新聞で初めて、ロシア、6国が使用されて、1880年代以降これに続く新聞が現れた。明治37年に、日露戦域に際して交付された。 日露戦役戦線の象徴で、露国が使用された後、新聞、雑誌でも広く用いられるようになり、ロシア表記が社会に定着していった。他方のロシア表記は、明治後期後は使用されなくなった。略称については、幕末から明治、大正期までは、露が使用され、以後、露が使用された。現在でも、 帝政時代のロシアを指す表記として、日露関係史などの文章で、ロが見られる。市場においては、現在のロシア連邦を指す略称として、引き続き、ロを用いる新聞社とカタカナ表記のロを用いて、これを区別する新聞社とに分かれる。以下の表では、主に明治時代を中心とした日本語による漢字表記を掲載している。国名については、合わせて、 現在の中華人民共和国と中華民国の中国語による漢字表記を対象させている。中国大陸の欄は進化時点に見られる表記を台湾の欄は教育部国家教育研究院が編集した資料の表記を大事に示してある。香港、シンガポールなどでは媒体によって中国大陸の表記を取るか台湾の表記を取るか あるいは独自の表記を取るかが異なるが、方言を含めて、これら以外の表記もある場合は、のように注釈で示した。また、略称として使用される漢字は太字で示した。なお、中華人民共和国では正式な表記には、漢体字が用いられるが、比較対象しやすいように、反対字に直してある。参考として、漢体字での表記は、世界政府作品を参照。 漢字に関するクイズで外国の地名や国名の漢字表記を回答させる問題の中には、用例の転居に乏しいものも見受けられるので、情報の信頼性には注意が必要である。下表の日本の欄に示した漢字表記についても、単に中国語の表記を引用した日本語文献中の表記というだけで、実際に 日本社会で使用されたかどうかまでは不確かなものも混じっていると思われ、なお検証を要する。ありがとうございます。